厚み型輸送艦は海上自衛隊の輸送艦の環級、海自発の国産輸送艦である。海上自衛隊では1961年にアメリカ海軍が退役させた LST-542 級戦車揚陸艦3隻の供与を受け、大み型輸送艦として運用を開始した。同型3隻は横須賀地方隊の霊下に第一輸送隊を 編成したが、1962年5月1日には、自衛艦隊の直轄下に冷蔵替えとなり、海上輸送及び、海上作戦輸送に従事した。また1968年の小笠原、諸島本土復帰に伴って洋島、航空基地分検隊や父島基地分検隊の解体が決定されると、そのビーチング能力を活かして、 港湾施設が未整備のこれらの地域において補給物資や機材の輸送に活躍した。このことから地方体の専属艦として同様の業務に充てるための輸送艦として計画されたのが本型である。設計にあたっては大墨型を手本とした戦車揚陸艦型とされており、艦首を海岸に格座して兵員、車両を揚陸することを前提としている。 監視部に観音開きの門扉とその中に道板を設け、その後方に連続して車両看板を設置するという設計は共通だが、バウドアとバウランプは油圧駆動とされており、またバウランプは2段の折りたたみ式とされた。後部上構え両側の01看板レベルには車両人員用陸艇を搭載するためのダビットが設置されていたが、このうち、 右舷側のものはより大型の軌道用陸艇にも対応可能とされていた。この場合、右舷側の LCVP は上艦板に移された。また環境前の上艦板下舷には10トンデリックが設けられ、物資の要項に用いられたが、根室ではデッキクレーンに変更された。搭載能力は1個普通科中隊130メート装備車両、または400トンの物資用陸ができ、 74式、戦車であれば5両、3.5トントラックであれば10両を搭載できた。戦車は車両甲板に搭載され、その両側に兵員収容区画が設けられた。なお、指揮官としては、昭和42年度計画の訓練支援官、東から採用された方式が踏襲されて、川崎造船、満車製、v 8ボルト2 2 30ATLV 型16気筒ディーゼルエンジンが2機搭載され、1機ずつで両限の推進機を駆動する方式とされた。まず第3次防衛力整備計画中の昭和45年度計画において1隻が建造された後、第4次防衛力整備計画において、さらに2隻が建造された。このうち3番艦、根室は昭和48年度に予算計上されたが、 オイルショックによる建造費給騰で契約不能となり、改めて昭和50年度に計画された。ありがとうございます。